はい、どうもです、補強は年間3人まででペラントーセースやっていきます、海外留学まで残り44日あのルーキー一応取ったやつ確認しておこうか。高城コーチヘッドコーチ高城ヘッドコーチ、抜群のコントロールが売りの新人はそのスタイルから東北の精密機械則本2世かな。あ、則本は別に東北出身ではないな。出身は三重県か。三重なのかわして大学は三重なんだな。あ、伸びいいか。シュート1、高速スライダー2。まあ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 。俺伸び、え？俺、高城の練習設定何してる？変化球覚えさなかったの俺。もったいね。バカだ。バカがいます。ここに。バカがいます。一人。バカ見つけました。どうしよう。とりあえずシュート2にしてから得の覚えさせてキャンプで下方向の変化球を覚えさせようか。開幕戦は、あ、よしみか。他者を生かしたいな。まあでもエースよしみだよな。でもルーキー大卒ルーキーで開幕投手って則本以来だからな。やらせようと。則本以来の大役を俺は任せるお前に。で野手の方はまあ浅村坂本が頑張ってくれないとマジ死にます。で今年か、今年ちょっと4番になった増田君で、新井さんが5番に落ちました。サード木所、サード木所でサード寺内、意外性あるからね寺内は。大島どうしようかな。大島サードとかサードのサボジつけようかな。まあでももうそろそろしたら新井さんが多分使えなくなるんで引退するんで、その後のファーストにするか。まあサードにしてもいいけどね。巨人の打線弱そうだな。もう岡本は強いけど、陽大観、あ、さ、長野が FA したんか。坂本長野が FA して、陽大観、ゲレーロ、亀井の外野手。重信はどうした？重信は。重信は活躍したいの？重信だって、なんか去年めっちゃ良かったよね。めっちゃではないか。対右だったら良かったよね、重信。なんかもう、なんでお前1000万上がったんだみたいな。あの、去年の年俸、去年じゃあ、おととしか。おととし年俸上がった時はいろいろ言われてましたけども。あーもう菅野かよ。終わっつんだじゃん。積みゲー、はい、し、はい、終わった。はい、負け。なんとか、なんとか接戦で。よし、1点。あー、2点か。野球は9回から。ここで坂本さん。おー、しよし、マスト。菅野変わってる。いけるぞ、これは。タイピンチ F。148キロ。クソ取れてんだか、マストンが。菅野7回失点。マストン買いまたぎ。なぜ抑えの宮国を使わない。2点差なのに。バカなのか。吉野かな、まだ監督。坂本打てるよな。打ってくれよな。マシソンぐらい打たないとな。まあ、菅野打たなかったらしょうがないけど、148キロしか出ないマシソンだよ。ダメじゃん、もう。まあ、坂本はね、やっぱり最近進化してやってんで言えば、追い込まれてもヒットが打てる。よし、浅村行こう。行け、浅村。お、すごい。ホームラン出そう。パワーヒッターに広角打法付きだよ。パワーヒッター広角打法付きってえぐくね。坂本、浅村、重信か。全然打てねえ。うちの4番増田、去年2割2分ぐらいの活躍をしたからな。うちで言えば3番手ぐらいの活躍。148キロ、球速安定って結構いい特能なのかな。おお、すげえ、めっちゃ低い弾丸ライナーで。すげえ。背番号32は、あ、茶がうめえ、あったかいお茶めっちゃうめえ。すごいな、インローのストレートをあんなとこまで飛ばすの。ここで抑え宮軍出てきたか。ここで新井さん2000本安打打ってます。現実の新井さんって2000本安打打ってんのかな。打ったんかな。打ったよな、あれ。打ってたっけ、打ってたよな。え、打ってなかったっけ、知らない。ああ、月コース、ちょうどいい月コース打ったら。おお、すぐの100勝だ、おめでとうございます。
追いつかない程度の反撃ね。マスターのホームランすごかったな。荒木の総力が D まで落ちました。じゃあ留学生帰ってくるまでは、43日というわけで4月5月の序盤に帰ってくるわけね。じゃあそこまで1回カットしますか。よし、あと1日で帰ってくるとこまで来ましたんで、進めていきましょうか。2番梅野、1番それ2番梅野、3番鈴木誠也、4番ギータ、5番中谷、6番大山、7番菊池、8番ナバロ、9番前家。なんだこのチーム、カープじゃないか。むしろカープなんだけど、負けたし。代打本塁打、誰だろう、大島とかかな。お、辻井くん、ミートが持ち上がってほしかったな。守備 C まで上がったのか。まあ、セカンドとして頑張る。熊野、パワーがあんま上がんなかった。肩走力上がって守備も E まで上がったんで、まあ、あとパワーを上げたらすごい打者になれるんじゃない。とりあえずミートか。こいつはパワーを上げるか、なんかつけるか。対左アップか流し打ちか。あ、とりあえず対左アップじゃないか。で辻空はミート上げてパワー比覚えさすか。いや、まだパワー足りないな。とりあえずミートだな。ミート E にしてから考えよう。釣り空は多分パワーめっちゃ上がるから、ミート上げたらパワー上げようかな。弾道も3あるしね。熊野は弾道が2しかない。まあパワー F だからな。熊野一回野手で投げさせて、あ、先発できないのか。先発はできないんだ。どっかで一回使いたいような投手として。投手陣のこいつらな、こいつ 4.26 だからな。西田もなんか1軍に入ってるし、勝手に1軍に上げられるんですけども。朝方が疲労溜まってるんだから、誰か山鉄行こう。まあうまいこと投手陣は運用していきます。それじゃあ、シーズン終了までいきますか。よし、シーズン終了までいきました。73.5ゲーム差。阪神が黄金時代、地獄が天国になっている。うちの勝率は、下がりました。2割4分3厘か2割0分3厘に下がりました。まあ投手力かな。走塁だけは4位だからね。うち足だけは速いんだよね。バカみたいだな。バカって足速いからな、大体バカなのかな、うちのチームは。投手がな、最高4勝摂津のエースじゃん、摂津。あ、古野じゃないわ、誰だっけ、高城の能力判明しました。149キロコントロール D です。騙されました。全然コントロール B でもないし、150キロも投げないし、騙された。ピッチャー陣頑張ったのは誰ですか。意外とね、こいつ4点台なんだよね。西田ストレートしかないのに。なんでこいつらは意外と抑えんだ。浅尾の方が打たれてるからね。悪い徳のぐらいっていうのがいいのかな。ストレートしか投げないんだけど、125キロと126キロのストレートしか投げれてないんですが、意外と抑えてる。打者はね、まあ、石峰も来ていったのか。おわ、浅村すご。3割1分45、127打点。すごいな、こいつ。坂本も頑張ってます。早熟です。あと2年 FA、あと2年で FA です。やばいです。FA 出てかれたら終わりです。罪です。浅尾も野手転向させるか。投手足りてないんだけど、ワンチャンあるよね。守備うまいし。でもどこも漏らすんだすっていう話なんだろう。守るとこないんだよね。うち二遊間埋まってるから、この能力ならまあショートとかやってもらいたいけど、坂本いるからな。お、山口外野でも守る、肩強いし。で熊野が、3割1分6厘、ホームラン1本打った、初めてのホームラン出てました。辻空2割7分3連9本いいね。もうすぐパワーが B になりそう。で、大島が2割6分8分。これ、荒井さんじゃなくて大島使っていくか、ファーストで。ソフト大島を使っていくしかないな。
新井さんはもうちょっと代打専門でやってもらおうか。特能があるからちょっとごひいきしてたんだけども、あとおじさんだし優先的に使ってたんですけどもね、ちょっと来年から大島を使っていこうかなと。お、浅村坂本、あ、木所がゴールデングラブ取った。木所あんま出てなかったのに。あ、曽根が新人王だ。うちからは何者いない。近藤が打点を最短打最高出塁、首位打者 MVP と、外が首位打者打点をホームランを回る、ヤクルトに行ってる。どうしよう補強、ドラフトどうなんだろう、微妙なのかな。ドラフトで選手取るの正直ね、ドラフトで選手取ってね、まあ、熊野は良かったけど、あの当初微妙だったんだよな。コーチか上げるか、ちょっとまだ全然強くなってないからな。コーチ上げてもいいのか。あのパワーヒッターって結構重要なんだよな。大城にパワー表覚えさせたいんだけども、まあ、浅村からパワー表を教えてもらったらいいのかな。浅村って何歳なんだろう、まだ無理なのかな。とりあえず一回大内にしよう。一回大内にして、でここも AC4500万、堤にしよう。ちょっと育成力を上げていこう。若手あんまいないんだけどね、育成力上げて。うち若手あんまいないんだって。お、浅村4億か。まあまあまあ、坂本もその分坂本が下がったんで、相対的に見れば6億2000万、8億から6億2000万に下がったと思ったらコストダウン。エスコはここまではいこう。ここまではちゃんと希望通り払います。あとはちょっとまともなやつはいないんで、あとは逆境丸要員いらないな。正直逆境丸多いからね、うち覚えてる選手。あとはもうあれです、いいです。もう流し打ち要員、流し打ち要員、あ、もう無理か。あとはもうみんな450万で、みんな仲良くな、みんな仲良くしよう。うちのチーム活躍したら金もらえるけど、活躍しなかったら420万だぞって。ちょっと大人にはまだ6点台投げれる中継ぎはまだまだ必要なんで、うちには。てかピッチャーが足りねえからな。根本もういいよな。石峰、ひじり、新井さんも最低年俸、天山も最低年俸、辻君は2500万上げよう。期待の若手なんで、うちにあんまりいない期待の若手なんでね。朝をどうしようかな。朝を転向させても面白いな、野手に。でも守るとこないんだよね、野手は足りてるから。投手が足りてないんだもんな、うちは。朝尾結構野手能力高いからな。野手転向させてもいいんだけど、足りてるからな、野手。あ、ショート転向させようかな。野手足りてんだよな、でも。今なりとかもいらないな。野手の人減らすか。ひじりとか使うのかな。今なりはとりあえずいいや。あと外野だよな。矢野引退で、まあ、吉田は使うって考えて、矢野、熊代、吉田で、あと一枠を誰、ひじりとか。ひじりはもういいや。ひじりはじゃあ天谷はいるでしょ。天谷、増田、白根、ね、まあ荒木とかもいるしね。野手はちょっとガンガン首切っていこうかなと。野手は最悪9人いたら試合できるから。矢野引退、小屋の引退、根本戦力が強い、ひじり、今成が戦力が強い。通告。なんかすごい投手いねえかな。180キロオール A とか。ていうか、阪神強くね、めっちゃ。阪神何勝してんだろう。100勝してる。阪神100勝してる。あ、まあ、うちが弱いからね。やっぱそう思ったらオリックスの100勝ってすごかったよな。うちが別にそこまで弱くない状態で100勝するんだもんね。まあ、序盤、ああ、福留微妙だな。ああ、こいつだな。中本だな。3球種持ち。3球種持ちの高卒は強いな。だな。ああ、このキャッチャーも気になるな。あの25歳か。
でも CFFBC あー DD あーこいつもいいな。別に足は正直どっちでもいいからな。あーまあでもドライチはとりあえず中本確定でしょ。甲子園優勝ピッチャー、技巧派の甲子園優勝ピッチャーだな。あー強豪か。まあ2択はむずいな。2択はまあ俺の理論で言うと絶対こっちに入ってないんだよ。だから絶対こっちに入ってるんだけど、もしこっちにこっちを引いて外してしまうと俺の理論も崩れ、こっちの当たりが入ってるってことだから俺の理論も崩れ、さらにドラフトのくじを外すって形で負けになるんだよ絶対。二重負けみたいな、2倍負けみたいになるんですけど、もしこっちで当てた場合、まあ、俺の理論は崩れるってことになるんだけど、くじが当てれるんでまあ勝ちなんだよね。でここに当たりくじが入ってなかったら俺の理論は成立してくじは外れる、だから実質勝ちなんだよな。だからこっち、だからこっちです。どっちでもいい。よしよし、やっぱりな、やっぱり左側には2択の左側に入ってないっていう理論はやっぱ俺の理論は正しかったわ。やっぱ俺が正しかったなっていうことが分かったんですが、ちょっとどうしよう、ピッチャーいねえから、ちょっとそんなとどうでもいいことはこいつかな。151キロ、本当に151出んのかな。騙されたんだよな俺、153キロ出るってさ、140何キロ一回騙されてるからな。それかキャッチャー取るか。キャッチャーもでも若いやつ欲しいよな。でもキャッチャー取るなら高卒が欲しいんだよな俺。キャッチャー A にしたいから。25歳とかきつくねえか、ちょっと。加賀谷取るか。行くか。キャッチャーって FL 出てこないもんね。それは取るべきじゃない、取るべき。25歳だけど。近江取られたか。八木下。153キロ。よし、終わりです。今年もドラフト1人。まだ今のところ金はあるんで、FA を取っていきたいなと、投手。あ、もう投手の FA ってあんまいないんだった。そうだ、そうだ、そうだ。投手は、あれか。ドラフトでピッチャー取って、野手は FA で取るのが一番いいのかな。誰だ、あれ。大谷翔平さん。よし。マジで欲しい。しかも26歳で若い。そして2億7000万。安っ。4億。いや俺大谷は4億払っても取る価値あると思う。特にうちのチームなら。なんで4億で来てくれないの。うちに大谷どこ行ったんだろう。大谷のゴミ。お前金目当てじゃないのかよ。うわー、オリックス行った。なんでだ、チームの雰囲気ちょっと悪いのに。オリックス、なんでオリックス行ったんだあいつは。よう分からん。大谷の考えてることはよう分からんです。あ、丸が50本もらってる。もううちのゴミ投手陣のおかげでしょうね。巨人キラーついてんの。丸って巨人キラーついてんの。へえ、巨人行ったけど。巨人キラーついてる。マジ、大谷4億で取れないの。なんで菅野。取ります。則本。岩崎、どっちだ、どっち取ったらいいこれ。ノリか、乗り物でも赤す、赤くねこれ。やれるの、年俸的にほとんど変わらん。ツッツ、菊田、菊池すごいな。年俸の割にめっちゃいいよな。あ、相沢とか出てるじゃん、 F 補修。しかも3700万相沢。うわー、何人でも取れるんだったらここら辺とか全然取るんだけどな。なんかね、取れる選手決まってるからね、あんまりね、できればいい選手を取りたいんだよ。枠が少ないから。うわー、菊池すごいなー。でも、あ、挟まれるもんな。そう考えたら、菊池、まあ、菊池取って浅村サード、菊池セカンドしか守れないんだよ。菊池取って浅村サードにするっていう策もあるけど、パワーヒッターついてるし。すごいな、チャンス A、対左 B、パワーヒッター、初球丸、ハイボールヒッター、対変化球丸。3割目くらい35本。すごいことやってる、菊池が。
ノリかな、ノリかな、ノリか岩崎か。正直一発スロースターターって きついんだよね。一発ついてる菅野、そんなことある？菅野に一発つけたやつ誰だ？菅野則本かな。菅野マジで5億払う価値あるでしょう。5億のないかな。だから5億でも来ない場合は来なくね。だって大谷4億払っても来なかったんでしょ。ってなると菅野は5億払っても来ない可能性あるんだったら4億で1億削りたいんだけど、金もあるんだよな。4億5000万。いや菅野でも絶対来てほしいからな。5億払ってもいい、しょうがない。5億払います。ノリは正直2億5000万でいい。取れなかったらあれ取るから、川柳街取るんで。どっち？菅野。よーし、ダブル両取り。ノリ元菅野の両取り。だがちょ金がだいぶかかります。ここでいいよ、もうプロテクトなんていっぱい取ってくれ。大島は一応ダメだ。もういいよ持ってけ。だろ、もう出血大サービスだ。出血大サービス持ってけ。あ、石見ね、取られてやばい。キャッチャーがいなくなる。持ってけ泥棒、持ってけ泥棒。好きなの取る、好きなの。ちゃんとプロジェクトできてるよな。ちゃんとこれで変なの、浅村とか、これ浅村とか坂本浅村とかでちゃんとブロックしとかないと。新井さんもダメだな、叩かれちゃう。菊沢も頑張ってんな。でピッチャーはダメ、人が足りてねえ。ピッチャーは、野手は OK。野手は正直誰取られても OK。 投手は普通に人が足りない。ここら辺取るやついねえか、さすがに。投手はダメだわ、ちょっときつい。投手取られたら金かい。俺のこの悩んだ時間返してくれ。で自由契約は取れないと。ジョンソンとかいたな。でも正直微妙だ。ああ岸とかいたな。岸でもよかったら、正直則本と岸だったらあんま変わんないしね。金が高い分岸の方が、あでもまあ別年齢考えたら則本の方がいいのか。プチに入ってきたキャッチャー加賀谷、右の左打ち、大季節が減るチェンジ欲しい。フリースリングはまだ三振か。三振ついてんのか。パワーもねえし、なんて呼ぶんだこれ。安かな、加賀谷安、加賀安。まあ、とりあえずキャッチャー A にしたいな。あ、キャッチャーなん、キャッチャーついてんのかな。キャッチャー D か。まあまあまあ悪くはないね。25歳だから C とかあったらよかったんだけどな。留学は正直金ねえよな。だいぶ金減ったな。どうしよう、どうしよう。ちょっと待って、意外と俺が思ってるより金がなくなってきた。 FA ガンガンと取りまくったからかな。ちょっときつくねえかこれ。よーし練習終わり。お、フォーク覚えた、スローカーブ覚えた、いいね。やっと変化球覚えてくれたぜ。これヤシの実でペナントを制すできるかな。ちょ、ヤシの実でペナントを制すの下見も入ってるからな。この2人のヤシ投手転向っていうのは果たしてできるのかという、これは成功するのかっていう、そういう意味もあります。そういう意味も込められております。広角まだか。チャンは対左、片目打ち。留学生もいねえしな。まあ、菅野則本なんで、里達が先発してんだ。投手増えてきたね。菅野、吉見で、エース、摂津で、ここ高城、ここ固定、ここら辺までは固定、先発じゃ固定してる。あと中継ぎは流動的にな。怪我したら誰かが入る制度でいこうか。それしないときついよな。回復 A 持ってるからちょっ
山口には働いてもらおう。そして岩瀬が抑え適性ないっていうな、 あるけどそのマックスじゃないっていうね。岩瀬を抑えで使わなかったらどこで使うんだっていう話ですけども、あ、キクサーもいいな。高城中継ぎでいっか。野手一人減らすか。正直これどっちか減らしていい。チャンピーアルジだけで野手一人減らして投手一人増やそう。まだ順はこれでいいんじゃないか。あ、加賀谷キャッチャーで使おう。対左し、対左 C、対左 F ついてるから、F 対左、D、外野がいないんだよな、対左 B、対左 D、荒井、O、石峰対左 D、O 類、で、DH に新井さんでしょ。 DH 大島どっちが守備うまいんだろう。 FF いいのがいいか。あー、畑が4番打ってる。5番にし弱そう。楽ヤクルト勝った。あ、菅野か。うち、そうだそうだそう、うち菅野則本で、いやもう菅野で勝てるでしょう。菅野いたら20勝ぐらいするでしょ。菅野、うちの菅野とか入ってる？入ってる。菅野とエスコバが入ってる。あ、エスコバ入ってないか。エスコバどっか違うところに行ってる。浅村坂本とかいないの？なんで吉川直樹入れるなら浅村坂本入れようぜ。今宮とか入れるんだったらな、源田とか辻も入れようぜ。辻、源田なら辻でしょ。熊野も入れようぜ。外野が激戦区すぎた。無理だわ、これは無理だわ。これは入っていけねえ、この外野陣は。野間じゃなくて熊野にしようぜ、若いし。1番ライト大谷とか。なんでオリックスに行ったんだ。うちの4億を断って。ホームラン打ち合いだ。則本が打たれちゃった。則本で正直勝ちあんま見込んでないんだよね。正直そこまでじゃん。4点台5点台クラスでしょ、則本って。菅野はまあ多分安定して2点台ぐらい残してくれると思うんだけどな。世界一になるんですか。どっちでもいいです、正直俺は。お、チャイナ、チャイナ。勝ってます、韓国にも勝ってます。別に負けてくれていいんだけどね。お、丸がホームラン2本打ってる。でも丸ね、丸も巨人行ったんですけども、果たしてどうなるんですか。あの広島戦が開幕戦だからどうなるかっていうのが面白いよね。新井さんが、FA で話してた時ブーイングすごかったもんね。そのような同じようなブーイングが起こるのか、はたまた拍手で迎えられるのか。だから長野とかなんか FA で来た選手みたいになってるもんね。 FA の保証なのになんか長野がすごい取り上げられて、急に取り上げられだしたよね長野。そんないい、まあ2割8分15本ぐらいは残すと思うけど、丸の代わりかって言われたらね、ちょっときついでしょ。3割、2割連続 MVP だよ。さすがに長野じゃ埋まんないよね。でもなんかもう長野で、3番長野レフトで埋まったみたいな、そういう意見もありますが、果たしてどうなんですか。スロカビッチ、フォーク2になったな。じゃあ、コントロールだな。よし、じゃあ、ここで終わりますか。見てくださってありがとうございました。
バイバイ。